その北越の長岡藩は苦境の最中にある。彰義隊が崩壊した4日後の5月19日、長岡城陥落。しかし河合継之助は7月24日、夜陰に紛れて長岡城奪回の決戦を挑む。この作戦に先立って継之助は長文の口上書を起草し、全軍の将士に徹底させた。天下分け目もこの勝負にありてという文句に始まる口語文である。精一杯出してやりましょう。死ぬ気になっていたせば生きることもでき、もし死にたくない、危ない目に遭いたくないという心があろうな、それこそ生きることもでき、虚しく汚名を後世に残し残念に存じますから、ご一同とも必死を極めて勝ちましょう。起きる山形さん、どうした？長岡軍が城下へ打ち入っちゃう。そんなバカな、どっから知らんだ。はっておきの泥沼を渡ってきたらしい。奴ら口々に叫んじゃう、長岡に死にに来たとの。はっておきから長岡城にかけての味方は総崩れじゃ。天道、西雲寺城関原まで落としてくれ。俺は戦うか。バカ、あんだけの兵力を今日の総攻撃に出しまったんだ。から同然の城で戦えるか。逃げるんじゃ。そう、かわいめ八丁沖を渡ってくるなんざ正気じゃない。当たるだろう。初犯の大将ともなると田舎芝居の座頭のようにどんな役でもやってのけにはならん。旦那様、あくる25日、口が癖のようですなよ。無傷の薩摩軍が反撃してきた。こちらは昨夜から満足に寝ていない。辛い戦になる。あの町口が破られそうです。救援を。分かった、すぐ行く。はあ、死ぬつもりではあったが、その死に際にこれほどの痛みがあろうとは思わなんだでや。松尾、担架を運ぶ妊婦も揃った。急いだ方がいいでや。俺をどうや運ぶんだ。あいつでございます。この4日なんとか持ちこたえたんですが、もうこれ以上はとても。先ほど大将たちが合議され、会津まで退却することを決定いたしました。松蔵が作った短歌で
びいたします。おいでいけ。俺をこの越後の戦場に置いてゆけ。会津で再起などはできん。この沢で殿さんに会えるか。置いてゆけ。俺を越後へ置いてゆけ。越後と会津の国境は80里越えである。8月15日、にわかに病勢が改まった。これでよろしゅうございますか。待つぞ。長々ありがたかったでや。旦那様、どうやら俺は死ぬ。官軍が来る。その前に俺は自分の始末をせねばならん。俺が死んだら死骸は埋めるな。時を移さず火にするのだ。急ぐ。今すぐ棺の支度をしろ。焼くための薪を積み上げろ。いけいけません、旦那様。まだ望みは押してくださいますな。宿命だ。俺がここで見ている。8月16日、河合継之助死す。